これは昔々南の国のある森に住んでいた狐さんのお話です。この狐さんは力の弱い仲間のことなんか当てにしないで自分一人で偉くなりたいといつも思っていました。さて今夜も一人でごちそうを探しに町へやってきました。鶏だ。一つごちそうになるかな。狐さんが慌てて飛び込んだうちは染め物屋さんでした。誰だ。さあ大変、狐さんはいろんな染料の入った壺をひっくり返してしまった。おやおや、すっかり金色に染まって出てきましたよ。こりゃ立派だ。これなら王様のライオンより立派に見えるぞ。あ、よし。森の王座に向かって進め。え、かしこまりました。
な王様は昼寝の時間だよ。今は昼寝の時間じゃ。この森の王である。わしの言うことを聞かないときはすぐに石にしてしまうであろう。それから新しい王様のために大宴会が始まりました。そこへ何にも知らない狐の仲間たちもお祝いにやってきました。君たち狐にそっくりだね。ああ、似てるね。あ、うん、似てるね。似てるわ。悪口を言っているやつは、その狐ども出て行け。それ虐待、もう一度しっかりやれ。Thank you.
お仕事の時間です。お食事のお時間です。明日もまた会議の時間、お仕事の時間か、お食事の時間、体育の時間、マッサージの時間か。仲間の歌だ。ここにいる、ここに
やれやれ、これで狐さんもほっとしたでしょうね。